皆様こんにちは。オペラ歌手の押川ひろしです。本日は藤原歌劇団バリトンの泉良平さんにお越しいただきました。それでは泉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますこんにちは。こんにちは。エレンタのディスコアロイルスオデットジコブリイルスオデットジコブリディスコアロメロディーに乗って踊ろ踊ろしくこう演奏されてるのはやっぱりちょっと感激したんですよね。だから真似してたんですよ。とか、ね、そう、そういう感じでしたね。だからそれでやっぱり興味というか、人間の歌でその人に感動させるっていうことができるんだなと。私の母がいつも一緒にお風呂入ってる時にですね、愛の讃歌をずっと一緒にこう歌ってるんですよ、一日中というかね、そばで。だから僕はもう、まあ言うなれば小3ぐらいでアンプしちゃったんですよ。で、ある、まあ、銀行のこのなんか宴会で、僕がちょっとそこに遊びに行ったもんで、ちょっとチビなんかやれって言われて、で、愛の讃歌を小3で無伴奏で、最初から最後まで歌ったっていう。なかなか小学校3年生でフルコーラス歌う子いないですからね。そうですね、お休みの日っていうのは、何をしてお過ごしになってますか？まあ、年に数回ですけれど、私の地元の尾瀬、はい、群馬県のね、山の奥の尾瀬に、まあ、歩くのがとても好きなので、まあ、毎回ってわけじゃないですけど、シーズンが近づく前の1ヶ月、2ヶ月はそれに備えてこう歩くようにしてますね。うん、やっぱ体がとっても重いのでなかなかその距離をこう歩くって大変なので。この尾瀬ってのは結構距離的には歩くの結構歩くんですか？そうですね、1泊2日で歩くと大体30キロぐらいはまあ距離的にはある。そんなに、で30キロって言ってもほら1日に15キロ、15キロだとしたら、なんて言えばいいんでしょう、普通に歩いたら意外と大したその距離じゃないんです。歩ける距離なんですね、15キロっていうのは。ただやっぱりそこに結構こう他人の方にこう下っていったり、あとは木道、平地をずっと歩いたり、あと結構な峠をね越えたり下ったりするので、まあそういう意味ではもう丸2日でもう汗びしょびしょになって、まあそれがね最高の最近のちょっとハマってることです。辛くないんですか？いや、辛いのがいいんですよね。あ、そう。結局生きてて、もちろん例えば歌がうまくいかないとか、そういうことで辛いって当然ありますよね。日常でなかなかこう体力的に追い込むってことはないじゃないですか。運動選手とも違うので、そんな中でこのたった数日間だけど、その追い込んでいて無事怪我もなく降りた時のこの感激っていうの。泉さんの、プライベートの趣味を、まあどういうきっかけかは覚えてないですけど、その落語を小さい頃からよく聞いてたんですね。やっぱりああいう中で、例えば私が
日本オペラ協会でやらせていただいた死神っていう作品が、はい、あと今デスゴッテスって言われてますけど、それなんかはもともと落語から来てるんです ね。で最初楽譜もらっても何のことかよく分からなくて、でよくよく調べたらとっても有名なお題目で、それを見てこう勉強してオペラに臨んだとか。それじゃですね、これ最後になります。この番組を見てくださっているオペラファンの皆様に一言メッセージをお願いします。今回とても厳しい状態、これは世界中がそうなったと思います。だけど音楽業界にとってもクラシック業界にとっても同じような状態で、とても皆さん活動が制限されていました。だけどやっぱり一歩一歩我々が決してそれに対して、屈することなく舞台に戻ろうとしています。それで何しろお客さんがそれをとても望んでいるってことが、我々出演者、いわゆる演奏する側もしくは制作する側のとっても励みになっていまして、そういう意味でまだ今後しばらくは続くと思います。だけど必ず皆さんと普通に演奏会が開けて、普通のたくさんのお客さんに囲まれて、舞台がお届けできる日が本当に近い将来来ると思いますので、それまではお互いとにかく健康で、いい、我々もいい音楽を一生懸命作りますし、お客様もぜひぜひ健康でお待ちいただいて、皆さんと一緒にこの空間、劇場という空間でお目にかかれたらと思います。はい、ありがとうございます。本日は藤原歌劇団バリトンの泉良平さんにお越しいただきました。泉さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。